サウナチのホームエディオンスタジアムへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。時間が経つにつれてね、どんどん日も上がってきて、大丈夫ですかね、暑さに負けないようにしっかり熱中症対策をしながら、楽しんでください。そしてね、今10時半、なんかちょっとお腹で、ここに来てる皆さんは多分ね、家を早く出られて朝ごはんも食べないままに走ってきた方も多いと思いますけども、もういい香りが、お肉の匂いもするし、ちょっと向こうのアップルパイの巻いたら甘い香りもするし、お腹がちょっとでも空いたと思ったら、しっかりとね、スタグル、いろんなものありますのでね、楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それではこちらのプログラム進めてまいりたいと思います。その前に皆様にお願いがございます。ここでですね、サウレジェリリーススプラッシュのステージなんですけども、皆さんしっかりとですね、マスク着用してくださいね。マスクは鼻の上まで、そして顎の下までしっかりとした状態で楽しんでください。これができないとね、僕がステージどうぞって言えないので、しっかりこれ全部ねつけた状態で楽しんでください。そして三脚の高さ、皆さんありがとうございます。で、白枠の外の方々は全然中に入っても大丈夫ですので、後ろのスペース空いてますのでね、しっかりと中のスペースに入っても楽しんでくださいね。はい、大丈夫そうですか皆さん、いいですか、大丈夫、はい、分かりました。でですね、カメラを使う方々は赤いラインの後ろ、ありがとうございます。で、カメラを使わずにもう近くでスプラッシュ応援したいという方は黄色のラインがございます。この黄色と赤のラインのここ入って大丈夫なエリアですので、近くで応援したいという方はぜひぜひ遠慮なくね、この前のエリアで楽しんでいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたしますね。大丈夫そうですか。さあ、それでは、スプラッシュお呼びしたいと思います。大きな拍手でお迎えください。お願いします。皆さん、グーテンモルゲン。バコです。アサカです。モモです。アイです。カノンです。シオンです。6人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、それでは初めの曲聴いてください。私たちのオリジナルソング、ファイトファイトファイト。Bye.
で、はい、プレゼントをお母さんに渡される方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、サンチ君は逆にプレゼントをもらうとしたら何がいいですか？じゃあ今回も私が翻訳していきたいと思います。お願いします。サンチ君、聞いてもいいですか？はい、皆さんも一緒だと思うんだけど、やっぱり勝ち点3だよね。
ましょう。次の曲はサンチェ体操です。おお。そしてスペシャルゲストのお二組、サンチェくん、フレッシュちゃんが来てくれました。お姉さんたちを見ながら一緒に体操してくださると嬉しいです。はい、それでは早速行きましょうか。行きましょう。それでは行きますよ。ミュージックスタート。すいません。はい、ハッシュタグイースプラとハッシュタグ
グインスタ MC をつけてをつけて投稿してください、はい、そしたらね横の看板の写真になるかもしれないので、はい、ぜひぜひ投稿お待ちしています。待ちしてます。それではサンチ君とフレンチちゃんとスプラッシュでした。ありがとうございました。ありがとうございました。砂原名人さんによるけん玉、ね、チャレンジでいろはの詰まったステージなので皆さんぜひぜひこの後も楽しんでください。はい、はい、それでは、はい、ありがとうございました。